はいえーみさんおはようございますこんにちはこんばんは、えー、レックスンリン講師の宮口です今日はこの、えー、弁理士ゴールドウェブ講座 a、えー、宮口聡の質問厳選300 合格につながるベストアンサーということで、えー、レックセンリン講師の宮口聡があお送りいたします、えー。ちょっとね、チラシもね、せっかく作りましたので、ちょっと見ていこうかなと思います。ね、で、これですね、あのー、まあ、講師歴18年、18年だったかな、19年だと思うよ。 <laughs> まあいいいかそのぐらい、はいえー、質問と回答がそのまま知識に転換あ宮口講師の合格につなぐるベストアンサーということでねこれあのー、もうテキストね今手元にあるんですがあこういう感じでねで結構やっぱ分厚いですよ3 0 0百ということは三百ページ以上あるんですよね一、まあ、つの質問につき1ページ以上費やしているところもあるんで結構すごいでしょ うん、十分なボリュームですこれで、えー、どのようなあ質問が選ばれているのか物事の本質に迫るものをねうん物事の本質っていうのは、えー、例えばですようん、えー、例えばあのー、まあ本質的な質問の中からね一つ選びましょうかあのー 平成16年改正にて104の3の規定が導入されたのはなぜですかとええでねもちろんねこういうのはまあるる程度はわかるんですよ、ええ、でもこの背景にはねすごく奥の深いことが含まれておりましてあの皆さんも知ってるかな平成12年 えー、4月11日最高裁判決ねまあるんですよ、ねまあ、だからそういうことと絡めながらこう説明していく必要があるんですよ、まあ、だから単にこの表層的なあのこれ無効の公弁だけどねあの、まあ、要するに無効、えー、審判を請求するまでもなく侵害訴訟でその一回的解決を図るためというね あの言ってしまえば簡単なんだけどまあ歴史的な部分もねあのお話をするならばその平成12年の4月11日キルビー判決最高裁判,判例これをやっぱりこの背景として知っておかないといけないまあある意味これ本質に迫るものですよね、うん、そういう質問それから頻度が高く受験に役に立つものねそうだねまあ あの頻度が高いものですか、えー、例えばこういうものですかね、えー、頻度が高そうなところ行ってみましょうかうんこういう質問ですねちょっといいですか担当チックなんだけど24番ああ「出願 X を基礎とする国内優先権を伴う Y があり出願 X と Y の間に第三者による 質願 Z がなされた場合に XY の両発両明細書にのみ記載された内容によって「質願 Z が29条の2で拒絶されるとしたら X と Y のいずれの質願に基づいて拒絶されますか」と。ね、でこれはあのまあそんなに難しくはないんですよ。しかしね今度はちょっとも問題質問25っていうのがあって。 パリ条約の同盟国である英国でなされた出願 X を基礎とするパリ条約による優先権を伴う Y が我が国になされ X と Y の間に,の間に第三者のいる Z がなされた場合に出願 XY の両明細書にのみ記載されたにのみ書かれた内容によって えー、Z が29の2で拒絶されるとしたらと Y のいずれの出願に基づいて拒絶されますかとああ X と Y のいずれの出願に基づいて拒絶されますかと,と,すかとねえほらこっちも、X、と、y、ののいいずれれに基づいて拒絶されますかつまりこのね絶妙なコンビネーションあの国内優先権だったらどうだパリ優先権だったらどうだということでね この見開きの2ページにこの2つの質問をね載っけることによって違いが如実に分かるんですよ。結構頻度高いでしょパリ優先権とかね国内優先権まあそういうことです。で現場思考力を養うものうんこれはねもうそのまま何て言うか試験問題にしてもいいようなねえー、あのそういう感じですね。あの例えばね現場思考チックな問題。 今パッと開いたらまさにそういう感じの質問がありました、うん、腕時計の衣装から腕時計のベルトと文字盤の各衣装に分割することはできますかまたハサミの衣装からハサミの絵とハサミの刃の各衣装に分割することはできますかと。まさに現場思考ですね、えー、あとねこういうのも面白いよああ紅白のかまぼこが組物の衣装として 登録になる場合はありますか、ね、ええー、でそれに対してどうやって答えるってるうかというとねもうあの組物の別表があるじゃんそういうあの 11mm の大変なんだよちょっとこれね写すとほらあの付加価値が高いんでね分かるかね56品目なんかもね自分で調べると面倒くさいと思うんだけどちゃんと載ってるからあそんな感じやねであとねあの商標なんかで面白い質問があったぞ えー、これはね、もうまさに、ね、実務的な質問かなという感じの質問があったんですよ、えーこれです。これはもう筋書きのないドラマですね。政宗や柿山が寛容商標法の31項2号であることは学びましたがあ例えば赤福やずんだ餅も寛容商標に該当しますかこれはもう現場志向型ですね。 もう実務的にあの実務として相談に来てもらいたいなみたいなねそういう感じですよこれこれも実務的です、うん、でもねあのどうやって会計するか現場指揮力つくよこれなぜ宝くじ当選金付き商標はね商品として扱われず当選金付き表彰の発売として役務に該当するのですかと、まあ、要するに宝くじは商品じゃなくてなぜ役務なんですかと。 あとねあのー、これはねなるほどなっていう感じの質問なんだけどちょっと長いけどいいですか。うん、92番これいい質問ですよあの特許法のね44条2項正しい書きはただし新たな特許算が29条の2に規定する他の特許んまたは実案法3条の2に規定する特許んにかかる場合における。 これらの規定の適用、および三十条三項の規定の適用についてはこの限りではないと規定されています。うん。まあ要するに訴求しない場合を規定してんだね。これに対し四六の二あの実に基づく特許争いねの二項正しいきはただしその特許争い二十九条の二に規定する他の特許争い実三条の二に規定する特許争に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに三十条三項 ここまでは一緒はねねほら30条3項ところが36条の2第2項正しがき及び48条の3第2項の規定の適用についてはこの限りではないと規定されています。ええ、で両規定間でこの蒸気、えー、ちょっと俺邪魔やね蒸気、えー、その河川部の有無が生ずる理由を教えてくださいと。 これはなかなかねこの気づいた方もすごいしあの答えもこれ基本書に載ってませんよ。うん本当にいろいろ俺見たいと。そういったその基本書にも載ってないようなものに対してですね、えー、ちゃんと答えるとどのようなレベルで答えるかというとほらこんな感じで詳しく答えるんですよ。ねえ分かったはい。 そういうい感じです、はい、で合格につながるベストアンサーとは何ぞやと。ええ、で、えー、質問の大半は出典がないものそれから、えー、出典はあるがマイナー本であるもの、うん、で出典はメジャーだがその意味自体が分かりにくいものに集約されます。これらは個人で調べるには莫大な時間がかかってしまいます。さっきのあれもそうやね。 その俺がさっき見せた質問90にもそうだよこれ莫大な時間かくれよとなぜなうなぜだろうって自分で考えてもね拉致があかんですようんはいでこれらを図解などを取り入れ宮口講師のベストアンサーとしてねコンパクトにまとめてますね例えばですねあの図解を取り入れてるところもねなかなかあるんですよちょっとねじゃあ面白いところで。 はい皆さんねこういう質問これ,はこれもねなかなかそのまあ上級者は知ってると思うんだよねはい許法、えー、第一事件あ商標の判例許法第一事件と許法第二事件の違いを教えてくださいとね許法第一事件福岡地判昭和46年9月17京第二事件大阪地判平成14年12月12日ね、あのー、日付の語呂合わせも教えてあげるよ。 あ巨峰ばっかり食わんで寿司も食いな、ねえー、大阪の兵士が一致に一致に行進する、ねまあ、くだらないですけどね、はい、それで、えー、っとその違いをですね、まあ、ちゃんとあのリアルにですねちょっと待ってくださいよリアルにほらほ被告はこういうふうにしてやっとるんやぞって分かりやすいでしょこれ被告の声こういうふうに、ねあのー、絵を使って説明します。ね さあそんな感じやなあとはねそうですねちょっと待ってくれよ他ににまあ自転車あの衣装なんかよくね、まあ、ちょっと質問は動返ししてほらこういう風にビジュアル的にね自転車とサドルみたいな絵を描いてビジュアル的にこう説明しますからねもうあの衣装もですね本当にこう典型的な質問 これありますからもう皆さんも多分共感すると思いますよああこれ分からんかったんやーみたいなね、えー、そういうところがねもう絶対に多分にこのあると思いますねまあこういうのもそうやねこういうのもほら俺がまあ絵を描いてね説明してますからはいまあ自転車ばっかりですけどね自転車の絵しか描けないもんですからねはい まあそんな感じです、はいでえー、図解を取り入れ宮口講師のベストアンサーとしてこのねベストアンサーとしてっていうところはねまあどういうことなのかとこの宮口講師のベストアンサーただね質問に答えるだけじゃないっていうところをちょっとねあのお見せしたいと思うんですよ。えー、っとねうん例えばあのやっぱりさ 答え方にも工夫をいるというかね例えばこういう質問がありました。122番「高知衣装都市4条の規定が適用されるのはあのちょっと俺隠れるわ同一の衣装の出願だけでなくそれに類似する衣装およびそれに基づいて容易に創作をすることができた衣装まで含む」とされていますが条文上どのように解釈すればよいですかと。 ああ、もう一回、高知衣装都市四条の規定が適用されるのは同一の衣装だけで。同一の衣装の主眼だけでなく、それに類似する衣装。および、それに基づいて容易に創作することができた衣装まで含むとされていますが。条文上、どのように解釈すればよいですかと。ね。で、それに対して。ね、まあ、私はどうやってかい。回答するかというところは、見合わせでしょう。第一に。第二に。第三に。 こういういねやっぱり段落分けしてこの読み手が分かりやすいように工夫しとるんですわ。ねあとね他にもね、えー、まあ語呂合わせもねあの取り入れてますよ。うん。語呂合わせなんかもね、えー、取り入れてます随所に。まあちょっとノウハウだからあんまり見せられへんのやけどね。でね っとそうやね例え,ば例えばですよ、えー、どういう問題がいいだろうああこれねもうアホみたいな質問なんですよあのアホみたいな質問したらし質問者に失礼だなあの、まあ、簡単な質問なんですけどねちょっといいですか何やと思うでしょ例えばほら全体症と部分症が同日出願となった場合どちらも登録されますかと。 んなのさあのさあははいいイエスって感じやん、はい、終わりみたいなそこもねちゃんと私論文だったらこう答えるみたいな感じで答えてるんですよ。ねっ、まあ、このぐらいサービスしますかはい3、まあ、条の敵同日出願だってそれよりも前に新規性ソース自由を推認することはできないので3条は適用されません3条のに同日出願の場合そもそも3条のには適用されません9条の敵 全体症と部分証の間で異症登録を受けようとする方法対象が異なることから救助も適用されません結論いずれも登録されますほらもう論文の答案になってるんですよどうですかこれがまさしくこの何て言うかね、まあ、ただイエスかノーかで答えるんじゃなくてちゃんとこの論文の答案としてもこの耐えうる、ええ、そういう答え方も意識してるぞというところがねやっぱり違うなと思いますね コンパクトでしょしょかもああでテキストはそのままでも秀逸ですがポイントを明確にする講義記憶に残る講義によって下線部や蛍光ペンに蛍光色に彩られ劇的に読みやすすくなりますもう私ね講義済んでますからちょっと見せましょうか劇的にねあの読みやすくなるっていうのはこういうことですよ。えー、例えばねまあこれなんかいい例ですかね。まあ 対象ないかもしれんけど、うんうん、これほらこれもよくありがちじゃん「効力発生要件と第三者対抗要件の違いは何でしょう」とねよっよく考えたら確かによく分かってねえわ俺みたいなあるでしょねで今日効力発生要件をピンクで塗って第三者対抗要件を黄色で塗ってねそれぞれの説明が対応するところをこうやってほらほら見事にでもねこれ効力発生要件ですよと第三者対抗要件黄色で塗ってね ほらねえ分かりやすくなるやろそうするとええー、こういう工夫をしとるわけですようんそれでねえー、っとまあ白黒モノトーン的とかですよこれモノトーンですわねそれがこうやってねカラフルな感じになっていくんですよほらねえ楽しいでしょうほらねえこの蛍光ペンによってですね まあちゃんと意味があってねぬっちょるんやから、あのー、意味なしをじゃねえんだよちゃんと意味があってぬっちょるんやからねでこれあのー、今のうちに見せとこうか、うん、色の説明っつってねちゃんとピンクにはこういう意味があるよとねまあガイダンスやからね言ってもいい,いいんじゃない重要事項重要キーワード直接事項主人公あの出願人こうとは特許権者こうねで赤はね ピンクの補助的役割ね、まあ、例えば特許権者がピンクで専用実施権者が赤みたいなね色をいろいろ使いたい時の助っ人的役割やね、うん、でオランゲはねあオレンジのことですよオランゲランゲはですねなお書きとか家庭系とか限定的事項論点問題提起の時に使います、えー。黄色はですねうん 私みたいにこう面白い稽古ペンを買ってきても楽しいですよ。具体例ですね。あとは戦勝権者などのいいやつをあ塗ります。あとね特許査定などのめでたい時とかね最新の改正事項とかね、うん、ミドレンジャーねミドレンジャーは理由付けですよ趣旨とか。うん、で青はねあの正し書きとかのぞき書きとかね。うん、で否認できないみたいにその否定的な内容とか。 新会社などの悪いやつねで村村ムラムラこれはねあの村、ー、村、まあ、ムラムラ来てる時っていうよりは青の補助的役割だね色,色をいろいろ使いたいというのはスケッ的わけスケッ外人みたいなもんですよねっはいまあそんな感じですかね、えー、であの後、ねえー、あとねええ待ってくれカラフルレインボー的所になるよっていうのは今言ったよねうん そうなんですこれカラフルレインボーストですよね。あはい、でどのような受験生におすすめですか ?2014 年に発行された便「便利試験質問200選」あ。ああこれねこれちょっとあの見せればよかったね。うん、これどうだろうあの、まあ。という本があるんだよ。今ちょっと手元にないけどね。 弁弁理士試験質問200選ね。ネットで調べればすぐ出ると思うよ。で東京リーガルマインド編がねあって、まあ4年越しにリニューアルされたんですよ。でまあ現行法にはあの対応する形でねあのリニューアルしたのと、まあ質問もねちょっと陳腐化してるなと思ったやつはもうオミットして入れ替えて。 そしてあの下散歩の受験も必要となると思うのでねまあだからですよでもねちょっと私のこのテキストを見てほしいんだけどもう授業が終わったからまず質問1ほらこれ担当に向いとるねとまあ実際になんか担当の問題をが題材になってるからねこれ担当に向いてるねで質問2ですよほらおっ これはもう担当と論文と口述にも向いてるねうんで、えー、質問さん、えー、これいい質問ってことよ GQ グッドクエスチョンこれ担当と論文ねちょっと見てみましょうか特許法17条の2第3項括弧書きの括弧書きつまり誤訳訂正書を提出して名声図について法制をした場合にあっては翻訳または当該法制語の名声図の意味が分かりませんとどういうことですかと ねこれもカラフルレインボー,ーですよほらカラフルレインボーブリッジになって説明,あの説明してるとそういう感じですよ。ねっ質問4はねどうよ担当論文やねほら質問5は担当だけやねほらだからねこの講座実は担当論文口述全方位なんですよ。えー、もちろんあのー ちょっとねちょっと不安もいらんよということになるかもしれんけどあのまあ15問ぐらいねまあちょっとあのー、いいんじゃないそのぐらいええー、でこれね300とか書いてるけどね実は俺の手違いでうん300とか書いてるでしょ俺の手違いで申し訳ありません実は305です実は質問厳選305になってます皆さんお得ですよ5問 質問が増えてお得ええー、私の手違いでっていうのはねやっぱり最近条約が苦手な人が多いからちょっと条約に気合が入りすぎてですね60銭になってますからああ110606060と来てますよ。ねそうすると638と110を足すと290それに15を足しはさいほら305になるでしょうが。ねえということなんですよ。 ね、だから下三方の受験も必要となる担当受験生がまあ、まあ、一番ねやっぱりフル活用できるけどあの今ね条約も論文出ますからねはっきり言って口実性も出るよ例えばねちょっと待ってくれあの条約でね危なさそうなのがあるんですよちょっと待ってくれよこれはね危ねえなとああ このね204あこれいいわこれちょっとねしょうがない見せますか問題だけはこれかなりいい質問ですよほら担当と論文向けこれ条約の質問ですよちょっといいですかパリ四条 B は大国出願と第二国俺隠れよね第二国出願の間に行われた行為によって不利な取り扱いを受けないものとし またこれらの行為は第三者のいかなる権利、えー、使用の権能をも生じさせない旨規定します。うん、っていうかまあ,あのちょっと普通に塗っていいんじゃないこれねちょっとピンクで塗るよほらこれね大黒さんと大二黒さんの間によって行われた行為によって不利な取り扱いを受けないおなじみでしょ、まあ、一とりやった人はねで、えー、とこれらのお行為は第三者のおいかなる権利権能もね えー、生じさせないどうしようか黄色黄色で塗っとくはいでここであの第一国産と第二国出願の間になされた他人の特許出願があのカ登録され三十九条一項または二十九条の二で無効にされた場合ね、えー、わるあのハサミ打ちだよ、うん、第一国産と第二国産の間のハサミ打ちの 出願がね、まあそれはね3十九条一項か29条の2っていうのはイメージ的に分かりますわね。でこの場合当該他人にその潰された当該他人に中要権認められますかどうやこれいい問題じゃない、うん、ちょっと不明な場合にはオレンジで塗るっていうお約束あるからね当該他人に中要権は認められますかでなんでこれがねあの質問として価値があるのか G 級なのかというとね こ,のえー、これらの行為は第三者のいかなる権利、えー、使用の権能も生じさせない。ということは中庸権も発生させないということにならないかそうやろところがどっこいなんだよ。それはなぜなのかとそれはなぜなのかとね私があ,のある程度ね基本書にも書いてあるけど基本書だけでは不十分な。 なので、私がこの現場で理由を書いてます。私が現場で理由を書いてますよ。うん。ちょっとお見せしようか。こんな感じ。ほら。この緑のところ。あら。緑が透明になるね。これ、不思議な音に。緑で塗ってるんですよ、これ。ミドレンジャーが透明になるんだ、これ。面白いね。 まあそんなところですよ。ねみんなが興味湧くような質問も盛りだくさんですよ。で、これね、なんか普通に出そうじゃない特許法とかでも条約絡みだけどね。だからちょっと蛍光ペンで塗るとね、まあ担当の受験生に最も適してるけども、論文の受験生も楽しめるしね。うん。それから口実の受験生にもこれね、楽しめますよ。 いいや口実問題集ももね使えるかもしれないでちょっとほらコーヒーブレイクタイムとしてチョフとか見ておくとああみたいなねいや面白いよチョフも、ええ、例えばだよ皆さんこれはねなかなかその共感すると思うんですよえー、っとねどれだったな共感する問題、うん、これも G 級に認定しました私が303番ね、ええ おつこれ過去問ですよ平成29年調布の6オツはどう考えても悪いやつですからこうはオツが当該スパイスを第三者にね譲渡する行為を差し止めることができるとあるのは丸かと思いましたが正解は罰ですどういう問題かというとねあの食品会社である公社は独自に開発したスパイスの製造方法 A をね秘密管理しておるいいやつですよで、しオツはね悪いやつですほら えーっと、ね、オーツはもうかなり悪いやつですよ。無断侵入してますよ。ほら工場に無断侵入ですよ。えー、で、えー、商品庫に管理されていたねスパイスを摂取しましたほら。えーえー、で後者はオーツが当該スパイスを第三者に譲渡する行為をさそめることができる。丸って感じしませんどう考えても悪いやつですよこれ。えー おつ盗んだものを譲渡し落としてるんですよこれ当然差し止めないとダメじゃないですか校舎としてはねえどうですところがこれね罰なんですよその謎に迫りますええー、面白いでしょだからねまさにもう本当にコーヒーブレイクタイム的な感覚でねあの見てもらいたいんだよなるほどという感じのね質問が ただございますねそんなところなんですよええー、あとやっぱりねこれなんかねまあ簡単だと思うよまあでも典型的じゃんこういう質問ほらいいか272番19条補正と34条補正ねであちょっと色を塗ってなかった19条補正はね赤のイメージなんだよええー、で PCT34 補正はね黄色のイメージなんだよ でそういいう点について教えてください、ね、ううまくまとめてるからうんでこれさ担当論文向きだけどほら出典も書いてるなんと平成29年特実一の論文に出たよなほら油断できないんだよね特許法で出るんだよ論文ではいまあ粗言骨ですかねはいであとはあまあね えー、まあ気になるお値段的なところはああンジャーで塗っとくけどね4万8,000ですよ3コマあ違うわ3時間ちょっと待ってよそうよね1コマ3時間で8コマだと思いますそうですねええー、1コマ3時間で8コマだからまあ4万8,000妥当だと思いますよ、えー、8で割ると6,000円ぐらいだからはい で、えー、配信可能日、あああ、そう、8月23日、あれ、もうねもう、もう時期っていうか、えー、ちょっともう油断できないぞって感じですね、うん、ぜひ申し込んでいただきたいなというのがあります。で、えー、っと、ああ、半分、前半が8月23日か,から聞けるし、後半も9月6日から聞けると。 ああそういうことですね。うん、それでえー、っとあのー、来年のね、十、えー、2019年10月31日まであのー、聞けますよ。それはなぜかというとね、あの先、ー、に言ったようにこれ口実まで使えるから。うん。口実問題集と年も使えるんですよ。俺。うん。これ本当にいいですよ。うん。あのしかもあの。 論理的な答えができるようになると思いますよ。簡潔な答えもできるようになるし、ちょっとあのもうちょっと具体的に言ってくださいみたいなね、あの聞かれ方もするから、まあそういう時に奥の深いねところまで踏み込んで、あの回答が求められた場合にも対処できるようにしてます。いや本当にね担当って最近ちょっと恐ろしいんですよ。 あの民法レベルもね聞いてきたりするからね知ってます民法レベルな問題もね聞いてくるんですよ。例えばですねあのあちょっと待ってねこれもいい質問だねほこれもちょっと共感できないかこの質問。均等論の第三要件用意相当は製造時第四要件は出願時で。 判断されますがこのように判断時に下がるのはなぜですかと物事の本質に迫ってるよねここまであの解析した回答はないよ他にそれを私はねどうやって説明するかというとちょっと遠方、うん、ね図解で説明するんです見てくださいちょっとお見せしますねほら図解で見えました数学的な発想で解決してますこれを どううでですか面白そうでしょ、えー、楽しいですよこれ。もうね、質問300選。ね、あとね、あのー、こういう問題。平成25年の48-5のっていう担当の問題があるんですよ。これ民法チックなんですよ。だからね、ちょっとこれはね、民法467まで踏み込んでます。ね指名再建の譲渡。 これ知らないとやっぱできないんですよこういう問題ねこれはだからもう質問来るのは当然かなと思いますねまあ、これを機にねちょっと民ン467理解しようぜと普段の授業でやらんからね、うん、皆さんから便利試験に受かってよあの特定侵害訴訟代理業務試験とかね受けると思うんだけどそこでは必要になってくるからまあ、その要求にもなるしね、うん あとなんでこう,こういった民法の知識まで必要になってきたのかその背景も説明しますよ。はい、ということであのちょっとね30分過ぎましたのでそろそろ終わろうかなと思います。皆さんぜひこの質問300選をね有効活用してあまあ質問305 0になりましたけどねあ、あのー、有効活用してねぜひ合格を勝ち取ってください。ね 全範囲講座だと思います、うん。はい、それでは皆さん、えー、今日はね宮宇佐氏の質問厳選305、えー、合格につながるベストアンサーということで、えー、がお送りいたしました。宮宇佐利氏がねお送りしました。 それではお会いできる時までごきげんよう